はい、プレイしていきたいと思います。バックパックヒーローというわけで続きからやっていきましょう。おー、両方残ってるんだね。そうなんだ。まあこっちはもう無理ゲー、レベル8までいってたんだね。ってことは5以上育たない可能性あるな。というわけで前回の続きやっていきましょう。もう一個のデータ積んでるんでね。そっか、この鋼鉄のブーツを拾ったんだね。でこれにある1マスごとに、防御効果がつくと。なんで今回はちょっと縦に伸ばしていきたい感があるかもね。靴でこれ服を持っているんでエネルギーをこいつに乗せれる可能性があるね今回は。これはしたいっていいのかな。これなんだっけ、回収できるものがある。あ、経験値か、なるほど。で敵を倒しましょうと。4567食らうけどこれでチャラになるって。その殴り倒そう。いいいいいい。で弾手量で10食らうけども、これチャラでこいつ倒しきれば、防御は必要ないと。よいしょ。あ、こっちにも剣あった、ナイフ。まあいいや。4567しか食らわんからそのまま殴り倒せると。 OK。 これとこれ入れ替えないとな。エネルギー使えるようにしときたいもん。あ、12食らうじゃん。あ、やった俺。どうしよう。杖振っとくかも。でもこのターンに回復だから。倒しきれねえよな。そうだよな。うわ、やったな。まあ、2食らうけどいっか。あ、これ投げてもよかったな。ね。まあいいでしょう。これ杖を振って。あ、そっか。消費が2になるから使えないんだ。納得。あ、で、戦闘終了後は回復効果発動しないっていうことも分かったね。お、手袋だ。初めてじゃない?これの右側のマスごとに、防御。1増加か。隣り合う鎧に1防御追加。これは毒解除。お、これ面白い。斜めにある空のマスに手裏剣を生成。運ゲー気味だな、手裏剣生成は。なるほどね。でブーツと。特に必要なのないかな。これこの2つちょっと持っていきたい感はあるけどな。特にこれに似てってレアって書いてあるからね。これの右側のマスごとに1の防御効果だ。こことかに置いたら1234566増える可能性あるよね。ちょっと持っていきたいな。これなんでこうして、じゃあこれをひっくり返して、これ乗るよね、鋼鉄の物。乗る。で、どうしよっか。幸運、でも多分幸運のリングがあるから、こういうのが落ちてるんだよな。こういってみよっか。あ、強い、6防御ついた。もう魔法の杖置いてっちゃう?回復。それもあり?いや、こうするか。
これで一旦に防御めっちゃ乗るんじゃね？本来ならこれをこっちに持ってきたいよな。盾も持ってきて。いけそう？ スペース的にいけそうか？いけそうだよな。やってみるか。こうして、これがこうじゃん。こうじゃん。乗ってるよな。なんで、ここは剣で。あ、そしたらこっちに剣2個。あ、違う。こっち、このいっぱい殴るやつが必要だから。入った。バックパックヒーローやってんね。整理しまくって。これ毎ターン防御力結構あるんじゃね？ターン終了。そのまま出ればいいか。よし。金。5。HP の回復はいいや。魔法でやるし。こっち行こうか。貴重なチェスト。と思ったけども、レベル上げてからがいいかな。そうだね。レベル上げてからにしよう。ちょ、今ぴったりすぎるから。やーば、24だって。勝ったじゃん、こんなん。10、20、待って、18、19だから、もう攻撃フルで振っちゃっていいわ。ついによ。熱いよ。もう攻撃フルでいいよ。あ、ミスった。投げナイフで倒せばよかった。投げナイフじゃないの、俺。ただのナイフか。これ振っとくか。振っといて。斧。鎧を持ってるとき持ってるよ。いっぱい持ってるよな。これでやって。殴るごとに攻撃力上がってっちゃうね。あ、違うか。何なんだこの効果は。単純にただ凶暴化してるだけか。加速っていうのが何なのかをちょっと調べておきたいよね。よいしょ。これ倒したらなんちゃら系、今のうち持っときたいではある。小さな鍵。レベルアップ、イエス。なので、どうするかって話を。ちょっとこれの効果もう一回。あ、見れない。これの効果チェックしておきたかった。多分上1マスごとに、あれないよな。防御追加なんだよね。で、さらに、上にあるやつに攻撃力追加があるから、縦に伸ばしたいではある。だから、やるなら、この列は横に伸ばしたいよね。でも、これの下に開けちゃうと、こっちを横に伸ばさないといけなくなるっていう、ちょっと難しいことが発生しちゃうね。とりあえずは、ここの列縦でいいかな。いやー、前回のを踏まえるとここじゃねえんだよな。ここじゃないんだよ。端っこは縦に伸ばすべきなんだよな。とりあえずこれ横に行ってみるか。うわ、まだ横いける。まだ横いける。まだまだいける。こいつは困った。ちょっと待てよ。これが重い装備で一番下の列に行くんよ。いたたたたたた。なので、
ここキープでいっか。でちょっと攻撃力伸ばすから縦に伸ばしとくか。こっちもういいんじゃないこれで。いいでしょう。なんかスペース無駄遣いしてる気がするけども、これでいきましょう。あでも取る。あーいらないね。エネルギーコストがかかる盾とか最悪やん。重防御だね、その回。弓またやりたいけどな。なんで俺アイテム抜けてるの。こいつは重い、もしかして重いアイテムだ。なるほど。なるほど、こいつは重いだったんだね。縦にある武器にプラス1の追加ダメージ、上のマスごとにプラス2の防御効果。洋服は鎧である。やっぱ服はこの4マスのやつを服と見出すんだね。 OKOK いいかな。とりあえず洗濯かね。俺ちょ入れるだけ入れとくよし。でさっきの部屋に戻って、さて、あこれ敵じゃねえか。おい敵じゃねえか。11ダメージは全然痛くないんで殴り倒しますと。あこれとこれ入れ替えなきゃ。短終了。 HP はマックスなので回復も必要ないと。アイテムも落ちてない。 OK。 なんだこれ。あー通貨変動線アイテム、これフロートってことだったよね確かね。アイテム浮くやつですと。これな、これちょっと重宝してたよな前回。縦3だからここしかないんや。そしたら剣の効果が乗らないじゃん。あ横横にすればいい。じゃあこれも持っていけなくなる。あここでいいや。こうだ。あ盾が出てる。斜めにある鎧にプラス1効果。あ超強いじゃん。えこれどうしよう。盾と鎧にプラス2の防御効果なんで、いやこれはこうあった方がいいな。本当はこの2つをこれとこれでこれとこれで挟み込みたいよね。なんならここにこれを入れるとかやりたいけど、そしたら思いが下に来ちゃうからダメだな。難しいところやな。これ何？あ、そっか、3マス入れたから。3マス入れたから。こう、幸運でも大事だから持ってこうよ。こうかな？これ攻撃力上がってたりする。乗らないか、攻撃力、この杖には。まあ、これでいいでしょう。行きましょう。選択完了。後半になったらね、マナが、でけえマナがあったんで。なこれ体力ごとか回復。うわこれちょっと欲しいっちゃ欲しいけど、いらんか、いらんか。いや防御力今十分だ。金くらい、金くらいじゃない。縦に2の防御追加いらないかな。いらない今は。よし次の。おちょっと慣れてきたから
比較的スムーズに進んでいるのでは。フィナーレ来ました。戦いましょう。でででで、あ、こいつ見たことあるな、あの影のやつで危ないって書いてあるところで。敵紹介了解。殴る。オッケー。16は嫌だね。こいつから倒すか。毒も入ってきたぞ。どうしよう。4だけども2発ずつ。とりあえずこれ先発動して考えるか。4。微妙ないよな。まあ呪いは欲しくないか。これ倒してちゃって。こいつ、これ倒す。で、毒もらう感じかな。よし。で、敵召喚の、対してことはやってこないので、殴り倒して、OK。ターン終了。で、3波24、24、28。まだ倒せないね。じゃあこいつからかな。めんどくさいから2発で殴って倒しちゃって、で、1マナで回復入れて、こういう感じかな。で、これ次のターン倒して終わりだね。よし。こっち見てなかったな。なんか美味しいの落ちてた可能性あるけどね。アイテム取ろう。あ、来た、これ。消耗品ごとに1ダメージ。隣り合うジェムごとに。なるほどね。もうこれはね、マジ必須級武器だわ。必須級殿堂入り武器だよ、俺の中のこの、ナイフ用ベルトは。なので、このナイフ用ベルトを持って帰りますと。どこに持って帰りますかって話よな。これ間違えて結構見かけたから、これを持って帰ってもいいし、なんなら一回盾を諦めてもいいかな。回復はいざのために持っていきたいから、でもこれ持ったら弓欲しくなるよな。だって1個の武器でさ、複数のやつのスロット発動ってマジで相性抜群すぎだよな。弓と弓のためのようなアイテムだよな。ナイフベルトっつってるけど、ナイフ一旦に1回しか使えねえじゃん。弓に同じマスを何回も活性化できるのマジぶっ壊れないよな。こうですね。で、こうじゃないな。こうかな。こうだね。これ持って帰りたいしね。しないか。これで隣り合う攻撃が発動した時にプラス3ダメージ追加なんで、こいつとこいつを発動させてからこいつを殴れば、6ダメージ追加されて、14ダメージになると、1回殴るごとに。ん？逆じゃね？こいつを殴ってからこれ投げた方がよくね？待って、14×3。33波24。あ、じゃ、3、4、12だから、42、43、44、45、46、47ダメージじゃん。覚えれるかな、俺。
47ダメージ、こっちから先に攻撃したら、逆にこっから先に攻撃したら3パ24、24足す、9上がる。だから12、12の24、3パ24の48。さっきいくつつってたっけ、47つってたっけ。じゃあこっち下げにして投げた方がいいかもね。よし、いこう。この感じだったらまた弓拾ったら弓拾いたく行きたくなるな。困っちゃうな。これ接続された武器にプラス1ダメージ追加。ほうほう、電動性ってな、電動性ってこれ届くよってこと？これがこうなってこうなってみたいな感じかもしれないね。治療センターへようこそ。あ、金払うの嫌だ。嫌です、嫌です。ね、値段だけ見とこう。呪いが10ゴールド。なるほど。え、前って最大体力増加だって。え、余裕でいくでしょ。あ、1回しかできない。これ大事だな、治療センター。これ魅了、この前行って死んだやつだよね。なんだ、何がついてたんだっけ。結構だるかった記憶があるな。弓行きてえな。カードが示す。またカードだ。見れないの、マジ。どうにかしてよ。見れるわ。電動性マナストーン。ちげえんだよ。俺、裏のやつが見えてんだよ、それ。マジ。この服必要そう？これ見たいかも。あ、見れた。アクセサリーごとか。アクセサリー持ってねえもんな。剣をこれに変えておきたい感はあるっちゃあるけども、まあ、持っておくか。呪い、あ、見れる。隣のアイテムが壊れた時はいらないかな。毎ターン5だけど。いらないね。この横列または縦列にあるトゲの花1につきトゲ効果。へえ。毎ターンだって。え、これ消耗品じゃないんだ。面白い。面白いけども無理だよな。剣交換しとくか。あ、この剣見て、ちっちゃい。え、これ大丈夫だよな。あ、これしかもアクセサリーだ、ラッキー。一ターンに一回使えるとかないよな。ただの剣だよな、ちっちゃい。うん、大丈夫。いや、この視力が削れてしまって使えなくなったりしたら終わりだから。 OK。 ちょっと茨を詰めて帰りたかった感はあるけど、まあしゃあない。27 10 22、なんだよこいつらの攻撃できじゃねえか。悔しいな。とりあえず殴るか。
よし、ダンタン、10、20、もうトータルダメージ出してくれよ。22、25、27、ぴったりだ、ぴったりなんで倒しきりましょう、こいつを。11、9、うわ微妙だな、これ一回こいつに投げてからだな。これでこいつを倒せるでしょう。はい、あれ、すべての武器にこの効果適用、隣の武器にダメージ3増加、なんでこいつの攻撃力上がってねえんだ。あれ、発動してないんだけど、ナイフ用ベルトが無効条件ないもんな。ちょっと待って、意味わからん、意味わからん。All weapon get this effect applied on use adjunct weapon get plus 3 damage this turn。 あれ、ん？何が起きてんだ？あ、持ってるちゃんと、このターン。あれ？乗ってない。え、これウェポンだよな、メリーウェポン。ん？わけわからん。日本語やろそう。ん？なんでだ？ベルトオブナイフ。とりあえずこのナイフの向きを後で変えてみるか。隣り合う。立っても隣り合ってるな。ええ。なんでこいつの効果はこいつに乗ってねえんだよ。ちょ、よくわからん。こいつから殴ってね、こいつ一回攻撃回避がついてたから。レンガ防御、レンガでなんか城建てる系もやってみたいっちゃやってみたいな。城建てる系って城になるのか知らんけど、インベントリー重すぎてやべえだろうな、辛いわな。弓出てきちゃった。とりあえずこれひっくり返すか。
なんで？なんかおかしいって。普通これ触った時に剣反転するよな。え、なんか変なもんで無効条件ついてるわけじゃねえしな。え、これさ、どうしよっか。今これを持って帰って弓にまた変えるかどうか迷ってる。つかこれ、あ、そっか。これなんて書いてある？縦にある武器に。なるほど。じゃあやっぱこれこうして、どうするんだ？これこうして、お、いいじゃん、防御上がんじゃん。で、これこうして、こうしよっか。これなんだっけ？接続された武器にプラス1ダメージ。なるほど。あっ！電動性の接続された武器になんだ。強っ。そしてさ、なるほど、これ武器じゃない、これアクセサリーだ。ああ、それはだるい。なるほどな、なるほどな、これアクセサリーなんだ。これはどこかしらで取り替えないといけないね。意味が分かった。え、じゃあこうじゃないな、こうだな。マジか。これ持ってくべきか、ナイフ。いや、でもナイフより絶対、いや、弓の方が強えんよ。でも同じビルドにしたらつまんねえからな。まあ、とりあえず他のも考慮しつつってところでいきましょうか。危険だ、危険だ、危険だ。結局なんなん火事や。ないね。40ゴールドで鎧になんちらがあったら、その時のために金貯めときたいけどね。17、これ火力足りんよな、多分な。一旦で60は与えられねえよな。デリビアの剣が生きてたらちょっとワンチャンあってたけど、これがアクセサリーなんで、まあどっちにしろできることは一つ、フルアタックかな。使用時壊れる金。金か。うわ、この呪い嫌だな。金消費呪いか。ダメージ受けちゃうかもしゃあない。金はしゃあない。うわ、次こいつがかけてくるし、もうやだ。
最悪だ。よかった。これはありがて。詰め替え完了。で、使っちゃおうもん。よいしょ。倒せる？ああ、殴りかかってくるなら OK よ。テディベアの件どうにかしないとな、マジで。あれ、生きてる。うわ、弓出てきちゃった。しかも超レアだし。なにこれ、なに特殊効果、なんなんこれ。一つ目の右弓横列方向を放つ、一つ目の矢横列方向左の左右の弓矢を撃つんだ。ちんよそれ。ああこれはあれだ、矢っていうか、なんていうの、なんていうのこれ、ゼロコストで撃てんな。ゼロコストで撃てんのちょっと強えな。でもこのターン中エネルギーコストが1増加って書いてるから2エネで1エネで2回撃てる。1エネで2回撃てる。なんだこれ、そうやな、初めて見るよなこんなんな。これはちょっと恩恵少ないよね。隣あったやつだ、前回だったらよかった感はあるけども、でもさ今からさ集めたらいけるよな。今から集めたらいけるような弓、前回成し遂げなかった弓フルコンボ狙えるよな。狙うか、狙っちゃうか、狙っちゃおう。しかもちっちゃいの1本あるし、どうするかここで捨てるわ。サマス開けないといけない。なんでこれ1、2、鎧でけえな、鎧でけえな。サンマス開けないといけない。多分ラッキーは効果出てる気がするもんな。ラッキー効果出ちゃってるよな。これなくなったら鍵ぐらいしかねえじゃん。こうなったら向きどうでもいいっていうね。もう左右関係ねえもんな、ほんと。端っこに置ければ、端っこに置けない時に効果を発揮するって感じだもんね。しかもさ靴の効果縦に乗るんよ。弓を邪魔などっかに置いとけるっていう、ちょっと強い。これでいきましょうか。しゃあないね。これで矢を頑張ってかき集めていこうか。じゃあ防御に結構ついてんな、コスパ悪いな。しかも当分もうこの剣で頑張るしかなくなったね。弓を見つけるまではあと2本か3本。でも爆発矢があるからあれマジ大事なんよな後半。多分
よし、では行くか。ショップ行ってみるか。お、なんじゃこれ。はっ、吸血ダメージを与える。ちょっといい。何これ、ハンバーグ、ステーキ、エネルギー3増加、カブト、いやいやだよ、これ普通なのにね。下マスごとに1の防御効果。ああ、これないんだ、下マスごとに系が。なるほど。これはなんだ。あ、これ欲しい。最大体力。え、待って。これに適用される全ての効果が隣り合うアイテムに移る。ちょっと待って、ちょっと待って。これさ。これさ、いくらだ ?35 買えない。これ?これ絶対やばいぞ。ダクトテープ、これとナイフの効果合わせたら絶対なんかできる。攻撃力がバカみたいに増加する何かを作り出すことができそう。これに適用される全ての効果が隣り合うアイテムに移る。え、でもこれアクセサリーでないよな。アクセサリー扱いでこいつに適用される効果なのか、このこういうのに書いてある隣絵っていうやつの効果が全部まとめて乗っかってくれるかによるよね。だからこのナイフの発動効果は武器にしか効果がないから、アクセサリー今もうまさにこいつに効果がないようにその状態になっちゃうんだったら残念だよね。マジか。ラッキースター、あ、価格1だって。1だって。持ってきて、スペースあったら持ってきて。危険はいいや。チェストも今いいか。チェスト開けちゃうかも。クリック。ゴミ。アクセサリービルドがあった場合はね、このテディベアの剣で殴るみたいな、こういうのも入れていってもいいかもしんないけども。アクセサリービルド弱そうだしな。16。痛くない。殴りましょう。はい、今、一回目回避されたのか。ちょ、火力がねえな、ほんと、防御力振りまくってるから。29。痛いです。痛いけどいいや、受けよう。あ、連動性離れちゃってる、これ。この杖使えないじゃん。それは困る。よいしょ。よいしょ。16は返し。カラーコップ。いやー、マジレベル上がってほしいけど、あと30は増えねえな。23か。回避じゃない、回復捨てるのはありな気もするけどな。そしたら3マス開くじゃん。その3マスでさ、回復薬詰めたりするのもありな気もすんだよな。結局今のところ1、2、3、いや4マスだ。4マス使って2回復付与だから2の3しか回復しないよね。3しか回復しないって非常に効率悪いことやってるもんね。なんだこれ、杖。フルート。敵に5の幸運効果。これ何なんだろうな、敵に幸運効果付与して。何をしたいんっていう。
隣は武器にダメージ1通過。特に欲しいのはないかな。ないね。隣は武器があったらダメっていう。敵戦隊に4ダメージ。まあ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 。よいしょ。あ、ミスった。これとこ入れ替えるの忘れてた。呪いだ。4ダメージしか打たねえからこいつだな。3412倒せねえ。呪われるわ。うん、1エネだったらいいわ。受けてたと呪いスキップすることに食らうからね。アクセサリー自分に投げ効果毎ターン。反射ビルドもちょっとやってみたいっちゃやってみたいけどな。面白そうだよね。敵に殴られたら多分3ターン後とかさ、それぐらいから効果きそうだよね。防御がたまりにたまって使用時18ダメージを与える。壊れる。壊れるんかーい。盾捨てるのありかな。でも盾捨てるの厳しいよな。ちょっとリスク管理ができなくなるかな、盾捨てたら。これ武器に攻撃力を増1追加だからね、書いてあるけど。お、これちょっといいな。武器に3追加ダメージ。まあこれ武器じゃないんでこれに乗らないんですけど。あ、そうだ、それで思い出した。こうしとこう。よいしょ。微妙だな、微妙だな。戦いに行けばレベル上がるね。敵多いな。ちょ、こっち先行ってみよう。アイテムに価値スロットか。ちょっと今いらないにしといて。はっ、あ、びっくりした。できなくなるのかと思った。ちょっと今いらないにしといて。え、結局さ、弓にスロットつける意味ないよね。矢につけないといけなかったよね、確かね。そうだよね。だから鎧につけてエネルギー増し増しにすればいいのか。だって40払えばさ1エネつくじゃん。それ2回つければこいつ2エネの鎧になるっていう。だちょっと品質のいい鎧をゲットしてそれにつけたいよね。じゃあ金奪うのやめろ。そして超痛くねこれ。17、いくつだこれ。20、30、37。痛すんげ。よいしょ。どうしよっか。こいつからかな。金盗まれ続けるのは嫌だわ。はい、攻撃ないのつらいな。おい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 、こいつ倒したら金返せよ。うっそー、もうトンズラじゃん。2ターン目にしてトンズラじゃん。痛すぎだろそれは。呪い？もういいよいいよいいよ。無効じゃねえよなこれな。隣はアイテムが使用された時、オッケー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 。あーん、11ゴールド持ってかれた。前回のあの探検があったら11ゴールあんま痛くなかったけども、今回は痛いよ。これ防御どう？23、28。じゃあぴったりだ、大丈夫だ。でもこれ使っとくか先に。
よいしょ。敵に特攻か。16だから大丈夫。もう杖振っとくか。17、あ、食らうな。肉18で倒せないから、食らうの嫌だから、これでいいや。全体系のやつとか欲しいな。なんだ俺は。回復効果、ちょっと杖をどうにかしないとね。このプラス1とかさ、正直合ってないようなもんだしね。杖さっさと捨てるか。よし、リブラップ。さてここからが問題よ。夢を拾ってしまったがゆえに俺は横拡張をせざるを得なくなったという、こうだな。で、横に拡張していくけど、こいつだったら防御が上がるんで、この列を横に伸ばします。あら足りない、もしかしてレベルマックスになった、これ。1234123456、さあ68192021222324252526、次のレベルアップまでしか前回はあれだよね、拡張できなかったよね。なんか弓、あーこれいいね、これいいね。これなんだ、包丁に追加ダメージ、武器に2のダメージ、1ターンにつき1回使える、8ダメージ、毒効果。あ、こうっすね。うわ、電動性が、電動性が効果。アクセサリー、今弓打ってねえし、いっかこれで。違うな、違うな、こうだな。こうか。矢が必要だな、矢が必要だな。よいしょ。金か HP か、金でしょ、経験値だったわ。あっ、鍵あったっけ、ある、ない、嘘、鍵ない、鍵売ってる、鍵売ってる。鍵売ってない、しかもこれは金盗まれたからさらに遠くになったしな。さてスロット追加どうするか、ちょ一回考えさせてくれ。だ今俺が考えるは、服に追加しといた方がいい気がするんだけど、その場合この服を着替えられるチャンスがなくなるのよね。いやでも品質いい服だったらワンチャン穴が、でっけえ穴開いてる可能性ある、ないか。だからそれを踏まえたらもうずっと持っとくだろう、アイテムに穴を開けて恩恵を残すっていうのもあり。例えばこの手袋に防御効果の穴を乗せるために乗っけるのもいい。
でも穴の3穴開いてるさ服でエナジーを追加できて3エナジー増えたらマジで強えもんな。4エナジーであの200火力出してたから、今回こんなに準備してるんだったらもっと出せるはずなんよ。どうしよっかな、どうしよっかな。鎧につけとっかな。よし、3穴の鎧になりました。でも金がないからな、そもそもの金足りなくって120ゴールド必要だから。あの探検があったから前回は金をガンガン稼げてたけど、あの探検ないのでどうしようもねえよな。これってさ、どっちの方がいいんだ。一本しかないけどダメだな、こっちの方がいいか。やばい予感がするな。火力不足で俺死なねえかな。呪いかけてくんのか。大した呪いじゃなければいいけど。でかっ。アイテムが無効か。いくつ使うの？ニエネか。ニエネだったらいいか。これでいいかな。いいよね別に。隣のやつのこいつの効果今発動してねえし。17ダメージ。じゃあもうこれ使っとこうか。ちょっと次の呪いもこっちに入れないといけないと思うから、しまえるところにしまと。毎ターン29受け切れるのは強えな。変な形の来た。向こうで体力を失うだけだったら全然 OK よ。エネルギー消費ゼロ、いいね。でこれとこれで杖発動して OK で20は吸収できると。29ってさ、これさ毎ターン29回復してるようなもんだからね。なんだかんだ激強だよね。アイテム受け取ろう。うわなんじゃこれ、ナイフグローブ、使用時全敵にダメージ与える、手袋であり鎧であり棍棒であり、棍棒つく武器であるって。敵全体にダメージを与え、引っかいた時このアイテムは使用済み。一旦に1回しか使えないって書いてないけどね。引っかくっていうのはね、これ左上にあるなんか特殊効果みたいなやつなんですよね。これ電動抜くか。電動抜いてリングをこうして、とりあえずこれ持っていくの確実よ。木の剣にしてもいいな。木製の剣でいいよね。これいらんよね、アクセサリー。武器ではない。でも中にレンガが詰まっている。あ、書いてあるんじゃん、説明に。武器ではないって。よいしょ。こうしとくか。エネルギーコスト1増か。ちょっとこれ持って行ってみたいな。これちょっと気になるよね。え、これ気になる俺。持っていきたい。気になる。しかしややレアなんだな。2の防御を追加。
鎧にプラス1の防御を追加。鎧にプラス1の防御を追加。右マスごと。もっと一番上にない場合無効。これ毎ターン4持ってんじゃん。絶対もっといい置き方あるよなこれな。絶対もっといい置き方あるよな。2追加3追加。ここ縦に伸ばしたの失敗じゃねマジで。なんかいろいろと失敗してる。絶対もっとがっつり乗るよね。例えばこれがさこっちにあったら2個に接触するじゃん。でこれを囲むように鎧を配置しないといけないよね本当はね。2個に効果発動してる。でもこの靴がいっぱい発動してるし。あ待って、あこれもう剣いらないじゃん。これでいいじゃん。だってもう6打てるんでこれで。あ待って、溢れてこうか。え微妙微妙それ微妙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 。えマジか。鎧の効果発動させたいけどそしたら矢が撃てなくなっちゃうっていう。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、考えれば絶対いける絶対いける。これはこうだな。ちゃんと上に向けとく。こうかな。そしたらこれも持っていける。ダメですねこれは。これダメですね。こうだな、うん、こうだな。え、これじゃないじゃん。どうすんの。条件はとりあえずこれ一旦こっち置いといて、条件はこれで矢を、あれ？あれ？矢の奥にある矢って発動されられないんだ。そうなんだ。あ、いや、え、じゃあこのホークはマジでいいじゃん。左右のやつ撃てるなら6本発動できるわけでしょこの弓。超重要武器じゃん。そしたら、あやば。だってこの前のやつだったら縦に4本しか発動できなかったわけだもんね実質ね。あマジで超優秀じゃんこれ。そうだよな、うん、そういうことになるな。でも問題はよ、どう配置するかっていう。防御効果が横に乗るからこれはこれいつの隣に置いときたい。でこれも防御効果乗るからこいつこっちに配置することで3防御上がるんよ。だプラス1の追加ダメージをこいつに乗っけるのは諦めるか。でもこの矢2個とは接触させときたいんよね。こうか。
ヤニコと接触させるの無理くね。なおかつこれとか、これはこうだからしゃあないよな。うわ、じゃあ防御力を今できる最善策は多分こうして、これが最高火力になるんよな。違うな、こうか。これが今最高火力になるんよな。失格が一旦に一回しかできなかった場合よ。あ、まあ、全体攻撃か。そうか、全体攻撃なのか。え、だったらこれをさ、嫌で挟み込みたいよな。いよいよ盾いらない説まで出てくるけど、毎ターン2ね供給してんのか。あ、違う、二防御供給してんのか。これでいいかな。とりあえず次のターンまで回復したいから、これ持ってって。これいらないもんね。鍵持ってっか。ここ鍵あったっけ。鍵部屋あるね。レベルはまだまだ先。とりあえず2個の矢が撃てることを確認すればいいか。でこれ撃ってどうしよう。まあまあまあ、使い勝手見てからだな、このナイフのな。よし、行こう。未知のイベント、はっ、またスロット追加のおじちゃん。どんだけスロット追加してくれるん。おい、また金取るぞこいつ。いや、このターンは取らせない。引っかく、エネルギー1消費で3ダメージ。とりあえず待って、これいくら、3612ダメージ入るかどうかだな、このターンで。入らないっすね、いらないっすね。だ、次のターンに12ダメージ入ると。オッケー、これでもこいつ使ったら死ぬんで、どうしよっか。こいつ殴っとくか。引っかいちゃう。全体に9ダメージ、9の16、全体に。だから大して変わらんな、大して変わらんけど、引っかく使ってみたいから引っかいてみようか。お、3ダメージ。ちょ、次引っかき2回引っかけるか試してみたい、この武器で。ちょ、余裕のある時にやってみるか。20だから大丈夫だ。とりあえず2回引っかいてみるか。もう1回引っかけてるね、引っかけてるね、引っかけてるわ、ちゃんと。なんなんだこれ、変なエフェクト出てる。9なって火力上がってるもんね、ちゃんと。2回引っ掛けてるわ。このアイテムは使用済みって何なんだろうな。ちょ、英語にしてみるか。1回しか使えないわけでもねえし。オンスクラッチ、This item is、引っかいた時に使用するよって言いたいだけなのかもね。そういうことかもしれない。とりあえず弓でいっかも。 OK、
これ、これ回復使っとこう。どうしようか。これ、引っかいた方がいいか、一回。引っかいて。あれ？今、こいつ回避ついてたのにダメージ入らんかった。え？まあ、いいか。あ、こいつ殴る必要なかったね、今。もったいないことしたかも。まあまあまあ、大して変わらない。使えないよって。これ使うとやっとどうなるんだろうね。使わないよ。引っかく動作した時だけど。これで、あ、違う、防御剥がすとかなかったわ。イエス。お矢が来ましたよ。サモメの矢が来ましたよ。いよいよこれ、おさらばの時かな、回復と。こうですね。こうですね。そしてなおかつこうですね。うん。で、これだね。なにこれ。痛に1回隣は武器追加いらないかな。毒効果、加速効果、加速効果ちょっとなんか気になるから、これ持ってってみようか。 2の弱体は確か防御力のやつだよね。8の弱加速効果気になるんで、これでいってみましょう。敵倒しに行くか。なんじゃこれ、新しいアイコンが出てきた。吸血か、なるほど。呪いの方が嫌なんで、とりあえず家族効果発動。加速、防御した時に追加で8の防御が発動。え、ついよ。え、加速効果ついよ。あ、攻撃で与えるダメージが2減少。あ、そんなのあんのね。まあいいや。え、加速効果ついんよ。よいしょ。2、3。お、イエス。一旦で95ダメージ与えれるようになりました。えらい。で、毒食らうけども対して痛くないと。毒発動する前にやりきったような、多分な。なんじゃこれ、かわいい。ヘラクレスの盾。防御に追加、隣の盾をしよう。やば。え、じゃあ盾4つとかの真ん中に置いたらさ、ニエネで盾待てよ。4つぐらい発動できるってこと？え、防御ビルド作れてたな、ワンチャン。でも防御半分になるとか言ってたからな。それはちょっと無理だよな。それは無理があるってもんよな。一旦に一回使える電動性。このターン、隣の武器にダメージ。え、俺持ってくだけ持ってっか。でも、ニエネでさ、縦に1個消費と使うとかないわな。ないわな。あ、超幸運、超チン音高、最高、最高です。これで戦いに行きましょう。ちょ、貴重なチェストは今いいや。レベル上がんないか。上がんないな。こいつで超幸運だろ。超幸運ウィー。一旦でいくつ食らうか見よう。
113なんで、117ぐらい入ってますね。強い。117は強えな。超幸運。自分に凶暴法か。超幸運。超幸運とは。超幸運とは。すべての矢左方向を放つ。なるほどね。一つ目のって書いてあるもんな。そういうことなんだな。つまりは。だからこれだったらこの横列全部打てるってことか。今だったら 1,2,3,4,5,6,7 個まとめて打てると。さらしマイナス 40% ボーナスダメージがつくんで、対してって感じかな。これで6本打った方が強いよね多分ね。減速効果、加速効果強かったな。あ、6マナ供給ね。はいはい。凶暴ってなんだっけな。凶暴忘れたから俺持ってってみるか。6マナ供給して6凶暴で行ってみよう。どうしよう、ショップ行ってみる先に。クイッククイック。何これ、1マス上に進む使用時、これが移動した時隣り合う武器にプラス6ダメージを追加。あっ HP だ。え、やばない、これ、これ超やばない。お金が足んねえ。え、これいいじゃん。弓で倒せばいいわけでしょ。え、いいじゃん。6ダメージでか。あ、6。うん。ちょっと難しいな、しようか。でもこれいいな。これが弓使用は弓を使ったことになるのか矢を使ったことになるのかって話よな。いやでもこれでさ、隣り合うって横十字方向だけだよな多分な。うん、周り全部一周だったらよかったけど、とりあえずこれ売っ払うかも。これ強いのかな、強い可能性があるからちょっと一旦置いとくか。これ売っ払って、いやこれ後で買いに来よう、後で買いに来よう。でとりあえずこいつ倒すか。凶暴効果を見てみよう。使っで、おい、マナモーねえじゃねえか。マナモーがなかったわ。どうしましょうか、これは。これどうしましょうか。呪いは嫌だ。こいつ先に倒すか。でこいつを殴って21ダメージだもんな。よし来た、パーフェクト、パーフェクト。凶暴効果って何だったん。よいしょ、アイテム取ろう。矢が出てきたね。
いらないか、この矢は。爆発矢が欲しい、俺。爆発矢が欲しい。これ持ってくか。幸運欲しいし。このリング仕事してんのかな。チェストだらけ。チェストいくか。あ、鍵いらないやつだ。何これ何これ。あ、特に欲しいのはないか。トゲね。あ、俺も鍵いらねえ。あ、こいつだ。29だって。あ、でも、でもだったわ。幸運つけて。29でもあれなんすよ。あれぶら上がった。ラッキー。3マス。まあ、横ですわな。ちょ、待って。弓の左右しか発動しない。だったらだよ。横に拡張する意味って今なくなったよね。え、どうしようこれ。だったら今横に拡張する意味ってほぼほぼないよねって話よね。だから今最高はこれがあって爆発意味を6本こっちとこっちに6本構えるのが一番最強のビルドになると思った。ってことは2345、5マス横にあって、12345マス横にあって 3×5 の3515が一番火力高いと思うんで、1234だからこっちまで行けばいいのか。でワンチャンこれが最後のレベルアップの可能性があるよね、確かね。12345351617181920212223202526278、あれもう1レベルある。あれなんか1マスおかしくね。前回29だったよね、確かね。まあいっか。でここの列を横に伸ばすっていうのもちょっと捨てがたい。でもそれをやる場合はもうこれじゃなくてクロスボウになるんやな。クロスボウで全部の矢をプワーって撃つみたいなビルドになるよね。縦3でいいかな。これでいきましょう。じゃあ受け取ろう。しみちゃん2ヶ月と三日月か。このバトル中プラス1ダメージ。壊れた時だって。とりあえずこれ寄せてエネルギーを供給しとくか。高そうなのない？あ、レアだって。レアなやつ持ってこうぜ。よし、これ持ってこうぜ。売っ払った金になりそうじゃん。うわ、こうやってみたら強そうだけど、まあいいや。売りに行きましょう。売りに行きましょう。どこだっけ、ショップ。これか。よし、これを売っ払ってこれ買います。隣あるアイテムで倒したとき。どこに置こっかな。縦にはもう伸ばせないもんね。
微妙なんよな、いろいろ。横なんで隣り合うは十字だね。だからまあこれこうして、とりあえずこれでいっとくか。でこれで弓で倒して回復するかどうかちょっと見ものだよね。オッケー。あ、いくらになったかわからねえ、見てねえな。まあいいや。で、もうこうなったらこの鎧穴開けまくっていいかな。それともこれで穴開ける？いや、これなんでもねえじゃん、もう。穴開かねえ。穴開くかな。待って、これに穴開くな。これでいいじゃん。え、でも。いや、いらないか。いらないな。毎ターン防御3追加。どうなんだ、果たして。果たしてどうなんだ。その価値を仕事はしているのかどうなのかっていう。だからもしこれが弓に乗らない場合は、これとこれをこう入れ替える感じ、こっちにすればいいよね。まあ行ってみるか。チェスト開けに行こう。チェスト、チェスト。お、なんだこれ。接続されたマナモールに2マナを追加だけ。あ、1エネルギーで2マナ追加するんだ。面白い。面白いね。面白い。待って、これとこれ変えなきゃ。エネルギーが供給されてなかった。とりあえず売っ払おう。こっち行くの忘れてた。あ、幸運って書いてある。幸運は欲しいからこれだけにするか。いいね、6。美味しい。とりあえず穴開けるか、装備に。いや、これで倒してからだな、せめて。こっちのハテナなんだっけ？こっちのハテナ覚えてねえな。凶暴化やってみます。攻撃した時に追加で1ダメージを与える。なるほど。こう。あ、強豪プラス1入ってんね。うん、大した効果じゃないんで、売っ払っていいっすね。どうしよっかな。22、10、20。一回倒しきるか。OK。あ、今、これ、こう。効果発動したら見てなかったな。でこれ倒してみるか、次。そうだね。あ、幸運つけなきゃ。耐えろよ。下へた。じゃこれで倒してみます。これが光るかどうか、 HP が増えるかどうか。わかん、あ、今出てたね、回復っぽいの。隣り合う武器に4の防御追加。これは防御じゃないです。これ攻撃です。嘘です。鎧にプラス1の防御追加。これどうなんだろうね。周りにあるやつにプラス1防御追加するっていう意味なんだけども。果たして持って価値があるのかっていう話よな。高いし持ってっか。え、これつまり二防御ってことよね。いらねえよな。今二防御増えてもだなっていう。とりあえずこれ持ってって、これ売っ払うか。
これもっぱらっちゃっていいかな。回収できるものがある。一回売ってからだな、そしたら。これと、いくら？これではね、合ってるよね。これです。17。うめえ。もう買えんない。マジか、お前。金欠か。回復。金じゃねえか。近くにお宝の匂い。鎧、武器、消耗品。5だったら投資してもいいかな。でもいいもん出てこねえよな、どうせ。じゃあ武器でいっか。鎧、盾。盾かな？今の盾って、一回いらない。そう、盾今普通だから、新しい盾が出てきてくれたら嬉しい、品質のいい。あ、今度会った時にかな。よいしょ。どうしよっかな。何につけるかな、マジで。これは合わない。服。服かな。でも、これ以上服につけてもな。弓につけてもさ、プラス2ダメージとかないよね。これにつけれる？あ、つけれるんだ、おま。つけれちゃった。ちょ、試しにつけた、試しにつけた、つけれちゃった。ちょっと俺は後悔をしている、今。健在に加速効果。あ、健在って加速効果つけれるんだ、なるほど。それは面白い。フィナーレ。いいね。ブレイトマスター。あれ、今日もしかして結構プレイしてる？1時間半やっとるかな。とりあえず恐怖効果発動しとこうか。よいしょ。21ダメージなんで多分大丈夫だね。反射痛くねえもんな。うわ、やっぱ弓だな。時代は弓だな。反射のダメージが入らないのマジで大事。反射のダメージ入らんのマジでいっちゃん大事だわ。だって反射40とかついてたもんね、あいつ。後半あんなくらったら即死やんっていう。熱いよ。21だからもうこれ殴っていいじゃん。反射2なんて食らっても大したことじゃねえよ。よし。じゃあこれで回復するかどうか見よう。あ、回復してなさそうっすね。うん、なんだこれ。いらねえ。はっ、全ての武器に 150% のボーナスダメージだって。これ謎だったんだよな、マジで。え、これでいいじゃんっていうね。待って、これマイナス1ダメージって書いてない？マイナス1ダメージって書いてない？大丈夫？
マイナス1ダメージじゃねえか。よくないね。だからこれ多分使ったらこの試合中マイナス1ダメージが発動するっていう。だ試合が長引けば長引くほどやばくなりますね。こいつさマジゴミなんだよな。隣り合うマスがある場合アイテムが向こうってマジこいつのせいで打てなかったもんな。隣り合うマスがある場合の時点でも意味わかんねえもんな。そもそもこれちょっとよくわからんやつだった。かといってこれやったら強いっちゃ強いけどさ、強いんだけど武器がロックされるんよな。まあいっか。だって5、10、15ダメージ一旦で、一旦つか1エネルギーで30、45ダメージ追加されるかもしゃあないよ。でこれの位置はもう、うん、これの恩恵を最大限に受けるためにここでいいよ。あ、売れるからこれ持ってっか。よし、選択完了で回復のところ行って金払って HP を増やす。これ大事、これマジ大事。イエスで、だからふふ幸運のリングいっぱい。幸運のリング持ってったらなんかねえのかな、幸運マシマシビルドみたいな。バトル終了時幸運の効果よう分かってねえもんな。超幸運が幸運の何倍なのかも分からんし、持ってきたいっちゃ持ってきたいけど、じゃあ今回ここで終わりにしましょうか。土曜日だしもうちょっとプレイしちゃっていいかな。もうちょっとだけプレイしていい？ちょっと楽しくなっちゃった。回復はどうでもいい。こっち行きたいね、金。これ移動すれば移動するだけ確か減っていくもんね。うん、またカードだ。これ、重要そうだな、なんか。これいらない。これの効果。見れない。くそ。これってさ、さっきのやつ、あ、違う、さっきのやつは封筒だったよな。斜めにある魚ごと。フィッシュソード、いらねえ。いらねえ。魚でもあるんだ、一応ちゃんと。フィッシュソード。入るとこねえんだよな。この横にエーテルのナイフを。せいせい。エーテルナイフってなんだっけ？まあ無理だよな。隠された道を発掘しよう。これは持っていくでしょう。あ、これが危ないってところじゃない？もしかして。そんな気せん？よし、経験値。もうなんか出てた敵がいますって。これなんだっけ？これ吸血か。多分一回殴って、あとこいつ殴っとけば倒せそうじゃね？そうだな、倒せそうだな。乗るよな。26ダメージだって全体に。え？
ああ、こいつの効果でロックされてるだけか。ちょ、何が起きてるのかと思った、今。よし。これでロックされちゃうけど、しゃあないと。今、回復してたよね。もう一回見るか。見れねえよ。うん、これの位置変えなきゃいけないな。いや、でも、はい。これ難しいな、場所。これ効果範囲で、こいつで殺すこともあれば、矢で殺すこともあれば、これ、こいつで殺すことも多いからな。なんならまとめて殺す可能性があるか、こいつで殺す可能性の方が高い可能性もある。難しいところよ、マジ。まあ、食らわないのを前提にしとけばいいか。そうかな。食らわなければ大したことはねえか。あ、じゃあ行ってみよう。衣類にぬるき増加、こいつよ。ここはマジで金を稼ぎたいところですね。呪い170ダメージは出せねえな、一旦で出せないよね、まだ。あ、出せるかも。え、だってこれの効果で5ずつ伸びるじゃん。24、24、24、26、72、72、72、82、84、84、96。足んないっすね、足んないっすね、さすがに。さすがに足んないよ。これ殴る意味ないか、特に。死んでも死ななくてもどっちでもいいもんな、これな。35、ああ知らなかった。まあ HP で受けれるかもしれないし、これ受けれねえか。隣り合う武器にマイナス4の防御を追加。ああ、じゃあ全然どっちもいいや。とりあえずこれ受けて、まあ一回これ使おうか。で、あ、倒せない。まあいいや。よいしょ。エネルギー欲しいな、マジで。お、これいいじゃん。2マス離れた場所にアイテムがある場合、マイナス1エネルギー追加。毎ターン1エネルギー。2マス離れたとこにあるんだよな、基本的に。基本的にあるんだよな。よいしょ。あ、待って。意外と発動狙える、これ。でも防御が減っちゃう。こっちとかにしたらさ、そうなんよね、そうなんよね。意外と狙えるけど防御が減っちゃう。だから仮にこれをこっちにした場合、こっちのスペース開けないといけないから矢が打てなくなる。まあいっか、金として持ち帰るか、とりあえず。とりあえず金として持ち帰るか。
いいもん出てる気がするな。なんじゃ俺。あ、これあれだ。金のやつだ。ショップないの？ショップ。ショップ行きたいんだけど。55。何これ？凶暴か？凶暴かだ。これ一発殴ります。一発殴ります。うち一発殴ります。で、全員殴ります。ツインよ。嘘だ。でも自分に減速効果与えちゃダメくね。毎ターン6防御じゃん。減速効果ダメだよね、確かね。攻撃力が下がっていくってことでしょ。いらんくね。いらんよな。隣り合う鎧にプラス2、毎ターン2、毎ターン4、鎧にだけど、これは鎧と盾にだな。まあいっか。とりあえず俺はショップに行きたい。まず取引するか。はっ、ちょっとこれ置いとこ。ちょっとこのレアのやつとこれと交換したいかもしんない俺。危険だこれ。これ隠された。これできない。違う。あ、通路を見つけるって書いてある。はい、はい、え、ちょ待って、あ、あ、意味が分かんない、意味が分かんないよ、意味が分かんないね。まあいいか、今からわかるかもしれないし。敵に幸運つけてどうなるって話よな。ちょっと気になるところではあるけどな、幸運つけまくるな。さて何を拾ってきた。いい盾拾ってきたかい。なあ、お前それ一緒やん。うちも落ちてる。それ同じ盾なんよ。金をケチったからかな。と金をちゃんと払えば。これ何がついてんの？ハードスキン。こんなのいるんだ。矢のダメージ軽減とかそんなんいるんだ。そうなんだ。大したもんじゃないけどな、それは。これ2ターンかけて倒すか。よいしょ。OK。で、倒す。よいしょ。これで反射ダメージなくして。ほいっと。おお、強そう。浮遊。ふわふわ浮いて突き刺す。使用時8ダメージ。隣り合うか斜め同士の見物ごと。面白いね。これってこいつの隣にあるべき時にってことなのかな。それともはたまた隣同士の見物があればいいのかな。ちょっと気になるところだよね。0エネだこれ。痛い。自分にダメージ。痛いな、それは。
それは痛いな。自分の全体ちょっと状態異常解除のすとこ、なんとなくよいしょ。まだお店、このマップお店がないんだけど、超幸運でもねえしな。80ゴールドなったらいいけどな。これ微妙だな。これ先言っとくか。あ、引っかいてもよかった。いや、まあ大して変わらんか。ネキベザーク普通の石弓、これ普通じゃない石弓だったらなんか強い可能性あるよね。あ、毒矢が出てきた。でも毒矢の効果あれないよな、ターン終了がないよな確か。あー、ないか。毒矢ターン終了だから大してあれだよね、いらないよね。加速効果がでかいな、殴られるごとに。加速効果はちょっと狙えるな、狙っていきましょうか。うわ、いっぱいいる。呪いからっすね。で、次はダメージがでかいやつかな。日誌14は別に痛くないから、これでいっか。よいしょ。いいね、スムーズだね。弓強すんげーだな。ラッキー、ラッキー効いてるのかどうなのか分からんけど、でも超幸運とかレアとかを結構見る気がするからやっぱ効いてるんだろうな。ね、これ斜めの列にアイテムがある場合マイナス2ね。え、絶対あるって、絶対あるって。はっ、いや、これでもこうだろう。いや、絶対あるって。こっちだったらこれ、これワンチャンある、もしかして。これワンチャンある。このビルドで2エネマジでかいからな。え、買い取って。よし。え、ワンチャンあるか、これ。いや、ここかここしかないよな、今可能性があるの。こうかこうしかないよな。あ、親起きてくるわ。ないか、ワンチャンないか。ないか。これの方がいいか。敵倒してとりあえず。ドロップ品を見て、鎧がなかったらもうこっちで鎧つけるか。おい、倒せるぞお前。よいしょ。じゃあ微妙だな、もったいねえな。こいつに殴れないし。ひっかく、いや、引っかくよりはこれを殴ってこいつに蓄積した方がいいな。26じゃん。
よし。で、35じゃん。でもこれでこいつら死んで。ウィー。デベロップ。はっ！拡張効いた。え、拡張効いたんだけど、マジで。え、どうしよう、これ。え、どうする、これ。ここめっちゃ大事だよ、多分。え、どうしよう。斜めの列にアイテムがある場合。いや。ああ、でもな、確かにそういう攻め方はできるか。こうしたらさ、斜めの列にアイテムないよね。こっち。待ってよ。こうこうこうだろ。こうだろ。それしかないよな。で、あと1マスどこにするかっていうと、斜めの列にアイテムのないここ。ああ、1個飛ばしてこっちのアイテム。微妙だな。微妙だな。うまくいけばこっちとこっち両方発動できるかと思ったけど。縦にしちゃうか。こうしちゃうか。こうしちゃおう。アイテム取る。敵に2の毒効果。まあこれ持っていくか。え、これどうなってんの。お、3マス入ったわ、ぴったり。とりあえずこれ持っていくか。選択完了。これいくじゃん。これ売っ払う。レア。ああ、レアからでいいか。多分これ売ったらもう買い取りしないとか言い出しそうだよな。やば。エネルギー増し増しビルドやないかい。鎧、この鎧でいこう、ずっと。うわお、やんべえことなってんだ。やんべえことなってんだ。これなんだっけ。下のマスごとに。こっかな。意外とこいつ仕事してるっていう。ちょ、やべえから一回だけ戦いたいよ、こうなったら。このイベントなんだっけ？あ、同じレア度のやつか。ややレア。ちょっと気になる。ちょっと気になる。こっちなんだっけ？結局何だったん、このこっち。新しい道を見つけるとかいう。何もいいことなかったくね。あれもしかしてさ、
あれかな、あの崩れる時あるじゃない、マップ通ったら崩れた後に使う系かもね、再発掘みたいな。やばい、遺跡にこいつ使ってみたい。だから次俺ピックアップして捨てたやつあったじゃん、あれにこのリロールかけてみようぜ。やば、なるほど、そういう使い方があるのか。とりあえず今回はいいや。おい、あ、これ取りに行きましょうか。まずは425はやばいってって思うけど、多分無理か、無理か。170は多分いけるような。しかしだってエネルギーめっちゃいっぱいあるんだもん。41多分いくよなこれな。え、待って、あと4エネあるんだけど、やばやばやばいって。ちょ、一回多すぎたってこれ。62ダメージだぞ全体に。そんなバナナ、ちょっと足りない、ちょっと足りない。何これ、おお、3エネ、全然大丈夫、全然大丈夫。使用時壊れる、うん、全然大丈夫。あ、待って、今呪いさ、ダメージ上がってたな。呪いダメージ上がるんだ。呪いの敵マジで綺麗に倒していかないといけんわ。弓どうする？矢乗せる？矢乗せてもいいな。スペース足らん？これ捨てればいけるな。どうしよう。防御4捨てるか、いらないか。でどうすんの、どこに入れんだよ。入らないじゃん、入らないじゃん。待って、あー、そっち向きがある。ダメだ、マジか。じゃあこうだな。いやいやいや、一緒だ一緒だ。ちょ、入らなくね、この矢。ちょ、入らないって。もういっか、これ。これ、しゃないか。いったこっち持ってっか。え、それでも入らない、もしかして。それでも入らないっすね。入らないっすね。あれ、え、なんか入りそうな気がするけど、絶対。
こうか。こうか。これ入った。けど弓で倒さんと HP は回復しなくなったね。とりあえずこれでいいや。こっちまで最短距離で行きたい。未知のイベントなのこれ。敵なのに未知のイベントなん。こっち行こっか。これに引かれるけどこっち行こ。道は閉ざされてるって、これこそあの新しいやつ見つけないといけねえじゃん。なんだ。180撃ち倒しに行きましょう。やべえなあ、マジ強えなあ。あ、待って、こんな場所でロックされるのまずいんだが。ちょっとやばいっすね、こんな場所でロックされるのまずいっすね。無理でしょそれ。何これ、ロボットのおもちゃ。接続されたマナストーンごとに2ダメージ、毎ターン全敵に1ダメージ与える。壊れてるかも。ついんよ。マナストーンでダメージ与える系だってやばいね。隣り合う鎧が自分へのトゲ効果1、隣り合う武器にマイナス1の防御を追加。これマイナス1の防御って効果だよな多分。攻撃力やんこれ多分な。防御追加、トゲの鎧、トゲのなんとか、あ、マイナス1、ちゃんとマイナス1されとるかな。これちょっと気になる、マナスと。でももう今さらこんな2つないでさ、4ダメージ、あ、じゃあマイナス、敵全体に1ダメージ与えても大したことなんねえよな。なんねえんだよな今のやつが強すぎて。とりあえずこっち行くか。よいしょ、ショップ行ってみる。うわ、また降りてた。あっ、盾だってこれ。何これ、炎のステッキ。炎なのに毒追加するの謎じゃん。炎上だろ、どちらかというと。毒効果マイナス1の防御、これちょっと迷いどころよね。これさ、二防御しか提供してないよ。いよいよいらなくねっていうところまであるよ。これがフリーになったら、これがフリーになったら微妙か。これどうしよう。ちょっと心の中で保留ということで。エネルギーないか、さすがに。加速効果縦につくんだ、縦につくんだ。
迷うな。それは迷うな。これ呪い受けてこっちでキャンセルするしかないよね、こいつの効果。難しいな。ここで受けちゃったらまずいな。テレビついちゃった。というわけで、じゃあ今日はここで終わりにしましょうか。終了。何時間やった？時間やってる。やば。冬、隣の建物ごとに1。必要そうなのないね。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。セシカでした。長い間ありがとうございます。見ていただいて。セシカでした。